こんにちは、ポップです。エフェク x チャンネル2月13日土曜日。今回は週末スペシャルということで、新興国通貨3ペア3通貨の中長期的な目線からの解説をしていきます。順番はいつも通りメキシコペソ園から始めまして、南アフリカランド園、トルコリラ園の順番で解説をしていきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 えー、今週の、ね、新興国通貨に関しましては、株式相場の上昇によりまして、南アフリカランド円が大きく上抜け、そして、えー、メキシコペソ円や、えー、トルコリラ円に関しては、ねえー、高値張り付きという状況で、総、ま、じ、あ、て堅、ね、調な動きでございました。えー、まずは、ね、順番通りメキシコペソ円の方から見ていきますので、えー、こちら右側のチャート、メキシコペソ円の60分足、1週間の時間軸でございますが、こちらからご覧いただきましょう。 まずはね、えー、週の初めに関しましては、5.23付近からのスタートということで、えー、こちらね、えー、1週間かけて、ほぼレンジと思われておりました、まあ、5.2円のサポートと5.25のレジスタンス。えー、これがね、えー、金曜日まではこのようなレンジ相場が継続しておりましたが、最後の最後にですね、えー、こちら金曜日、えー、株式相場、ダウがね、史、え、上、ー、最高値を更新。 そして日経平均は時間外取引で高値を更新したというところでね、株式相場と相関が強いため、この5.25を上抜けして終わることができたということでね、まあ、最後に一踏ん張り、ね、上昇したという状況でございます。そしてこちらね、もう少し長い時間軸の4時間足約1ヶ月間のこちらがチャートとなりますが、 今まではね、5.2円で、こちらの方はね、レジスタンスを食らっていたところが、先週からね、5.2円を挟みながらの攻防。そして、今週は5.2円で明確な、ね、サポートを受けるということで、まあ、完全にね、今まで5.2円で抑えられていましたレジスタンスラインがサポートラインとして機能しまして、まあ、上方向に上がる。そして、移動平均線の方も右肩上がりに転じておりまして、 今後もね、株式相場が順調に上げてくるというところであれば、直近のね、レンジ相場の上限であります5.3円、こちらを目指すような展開が想定されるというところでございます。よってですね、まあ、短期的に少し短めのスイングトレードというところであれば、まあ、移動平均線がね、こちら右肩上がりに伸びてきますので、その上側で陰線から陽線に切り替わるような展開があれば、しっかりと押し目をロングしまして、 5.3円で、ね、利益確定というところを狙っていけばよろしいかと思います。まあ、とは言ってもですね、この4時間足初戦は1ヶ月の時間軸でございますので、もう少し長い時間軸で考えるので,考えるのであれば、冷やしチャートですね。冷やしチャートをご覧いただきますと、5.1円のサポートと5.3円のレジスタンスライン、こちらを、ね、まだまだレンジを上抜けするということはできませんので、 えー、この辺りね、えー、やっぱり、えー、中長期的な目線で見るのであれば、5.1円から5.15ですね、えー、直近の、えー、こちらのレンジの下の方向で、えー、待つ、そして、えー、こちらの冷やしベースの、えー、平均足ですね。 陰線から陽線に切り替わったところでロングを切り替えるということで、まあ、短期的な、ね、目線であれば4時間足見ていただいて移動平均線の上側で陰線から陽線でロングでよろしいかもしれませんが、まあ、長い目線で見ると、ね、もう少し下方向に落ちてくるというところを、ね、狙っていきたいなというところでございますのでちょっと、ね、これは時間軸に合わせて短期的に、ね、ロングを取っていくのかそして中長期的にロングを狙っていくのか こちらは皆さんの相場の時間軸に合わせて見ていただければというところでございますので、ちょっとね、中長期ですと5.1から5.15、なかなかね、離れてしまった状況でありますが、まあ、株式相場が下落してくれば、こちらチャンスがあるかなというところでございますので、短期的な目線であれば5.2円ですね、こちらの上側かつ移動平均線の上側で陰線から要線。 そして中長期的に見る方は冷やしチャートを見ていただきまして5.1円から5.15このあたりですねこちらのあたりで陰線から陽線に切り替わるタイミングでそれぞれロングを取って5.3円付近レンジの上限で利益確定していくというような形でよろしいかと思いますのでこちらの方メキシコペス円は皆さんのトレードの時間軸に合わせてロングをタイミングを測っていただければというところでございますので参考にしていただければと思います はいえー、以上でね、メキシコペソ園の解説を終わりまして、続いて絶好調の南アフリカランド園を見ていきましょう。はいえー、ランド園の方はね、えー、こちらの方は、えー、まず60分足ね、1週間の時間軸をご覧いただきますと、えー、ペソと違いましてね、えー、早々に水曜日ぐらいから、えー、7.1円をね、明確に上抜ける。 一旦はねは、えーえー、調整局面で7.1円を割り込んでしまいますが、まあ、すぐさま、ねえー、回復しますと今度は7.15円で木曜日から金曜日にかけて値、えー、固めをします。と、 金曜日の、ね、株式相場の上昇によって一気に7.2円に乗せてきたということで、まあ、ペソやトルコリラ円の方は、ね、ちょっとねレジスタンスラインに抑えられている中、ランドの方はね大きく上抜けをしてきまして、こちらの方上昇トレンドが止まらないというような状況になっております。 特に、ね、左側の4時間足、こちらが、ね、1ヶ月の時間軸となりますが、こちらを見ると、ね、上昇トレンドが大きく継続しておりまして、そして、ね、後から見ていただきます、7.1円という明確な、ね、レジスタンスラインを上抜けたということで、かなり、ね、移動平均線24からも返りしまして、大きく上値を伸ばしているというところでございます。 まあこうなりますとね、えー、やっぱり空中戦でね、えー、戦う必要はないと思いますので、えー、短期的にねトレードをする方は一回押し目を待つ。具体的には今までのレジスタンスラインでありました7.1円。えー、こちらの上側、かつ移動平均線を大きく下回らない程度で、まあ、陰線から陽線に切り替わるタイミングがあれば、しっかりロングを組みながら、 今の7.2円ですね。まあ、こちら付近で、えー、しっかり利益確定するというのが、えー、短期的な目線でございます。えー、そして、えー、長期的な目線、中長期的な目線でいきますと、やはり冷やしチャートご覧ください。はいえー、冷やしチャートね、えー、とうとう7.1円ね、えー、まあ去年の大統領選から大きく伸びているというところでございますが、一旦はね、えー、大きく調整が入りまして、これがコロナの変異種騒動ですね。 まあ、イギリスから、えー、コロナの変異株が見つかりまして、南アフリカ、共和国にも、まあ、入ってきたというところを受けましてね、大きく調整するところがあったんですが、結局は6.7円の、えー、明確な、ね、サポートが、えー、こちら、下支えとなりまして上昇。一旦は、えー、下がってきた移動平均線に押し戻されるんですが、まあ、ここもとの、ねえー、上昇、移動平均線を、えー、ぶち破ってね、そして角度も変えるような上昇ということで、完全な空中線になっているというところでございます。 まあ今まではね、えー、こういった6.7円や6.8円といった、ねえー、サポートラインまで待ちましょうというお話をしておりましたが、ちょっとね、えー、ここまで上がってしまいますと、急にね、えー、ここの6.8や6.7、えー、下がってくる可能性は非常に少ないというところでございます。ということでね、えー、移動平均線の角度も右下下がりから右肩上がりにが、えー、変わりましたので、 えー、今度ね、えー、サポートを取るのは、中期的な目線でいきますとね、7.0円。今まではね、6.9と言っておりましたが、もう移動平均線がね、6.9円を上回ってきましたので、7.0円、えー。こちらのところでね、えー、しっかりと陰線から要線に切り替わるというところがあれば、ロングが取れるというところですし、あとは、えー、長期的なね、えー、目線でいきますと、まあ、株式相場の下落というねイベントがなければ、えー、ほぼほぼね、えー、不可能でございますが、やはり、えー、6.9円から下側のね、6.9円。 6.8や6.7、えー、このあたりに強力なサポートがありますので、まあ、株式相場の大きな下落がなければ難しいというのは、ねえー、何度もお話しするところでございますが、長期的には、えー、こちら6.8円や6.7円まで待つということでね、まあ、皆さんのこれも時間軸に合わせて、えー、どこでロングのタイミングを取るか。 まあショートに関しましてはね、新広告通貨、タイミングが難しい点と、スワップ金利の関係でおすすめはしておりませんので、今は待つのも相場ということでね、あえて空中戦でロングする必要はなく、まあ、しっかりとね、各々の,の,のトレードの時間軸に合わせて、しっかりと下方向で待つというところの、ね、相場だと思いますので、ちょっとこのあたりはね我慢がする、我慢する相場という形になりますが、下方向で待つように、そしてしっかりとね、こちらの冷やしベース、もしくは は4時間足ベースで陰線から陽線に切り替わるという、ね、タイミングを見ていただければと思いますので、えー、参考にしていただければと思いますはい、えー、以上でね南アフリカランド園の解説を終わりまして最後にトルコリラ園の解説に移っていきましょうはい、えー、トルコリラ園の方は、えー、大きくね、えー、行ってこいというね1週間でございました 週の初めの月曜日に関しては、14.9から14.95の間からスタートというところでございます。週の半ばにね、一旦は14.75まで押す場面があったんですが、結局はね、4時間足で見てみましても、高値圏でうろうろということで、まあ、株式相場、堅調に動いているというところからね、再度15円に近づくような形で、壮大な行ってこいという1週間でございました。 まあ、とはいってもね、やはり4時間足ご覧いただきましても、えー、こちら1ヶ月の時間軸で、えー、高値圏で張り付きという状況でございますので、まあ、このような空中戦では手出しは無用というところはね、えー、何度も毎日の、えー、解説でもお話している通りでございますが、トルコリラ、今は利益確定はしましても、えー、新規でねロングを取るタイミングではなく、えー、そして、えー、新興国通貨でございますので、ショートも特に推奨しないということでね、まあ、結論は様子見になろうかというところでございます。 そしてね、やっぱりロングを次取るタイミングに関しては、日足に戻していただきますと、完全なね移動平均線は転換しておりまして、上昇トレンドに今は転じているというところでございますが、移動平均線と平均足のチャートが、まあ、間がねかなり空いているということで、空中線でございます。ということであればね、超短期であっても、まあ、14.50でポジションを取るかどうかというのはね、先ほど見ていただいてもですね、14.50、サポートライン入っておりますが、 ただね、えー、まあ利益確定ラインを15円と定めておりますので、まあ、そこまで、ねえー、大きなうまみがないということですので、14.50は少しスルーしていただきまして、やはり出来高が直近で、ね、多かった14.0ですね。まあ、このあたりまでの調整は待ちたいなというところでございますが、まあ、今の、ね、株式相場に支えられた相場であれば、ちょっと、ね、100ピプスぐらい落ちてくるという形になりますので、なかなか現実的な数字じゃないという形でございます。 まあ、とはいってもね、空中戦でございますので、今は待つのも相場というのはね、先ほどの南アフリカランドでもね、お話をしましたが、まあ、無理してこちらでロングを取るタイミングはなく、まあ、やっぱり新興国通貨はね、年に何回もね、まあ、ロングのポイントがあるというわけではないので、今はちょっとね、様子見をして、まあ、利益確定以外は様子見をしながら下に落ちてくるのを待つ。 そしてまずは14.0円付近でしっかりと日足ベース、最低でもね4時間足ベースで陰線から陽線に切り替わるまではですね、えー、ポジションを取らないというところがね大事だと思いますので、まあ、こちらの方ね、えー、トルコリラ、えー、高いところでもスワップ金利が取れるじゃないかというね、えー、お話あるかもしれませんが、まあ、スワップ金利はねやはりおまけと考えていただきまして、基本的にはトレードはキャピタルゲインで稼いでいくというね、えー、原則からいきますと、 こちらはね、高値券で買ってもです、ね、ロングを取ってもなかなかキャピタルゲインが得れない、最低でもね、14円ぐらいで仕込んで、15円付近で利益確定という、ね、ところを狙っていきたいというところがありますので、今は松野も相場ということで、少し様子見をしていただきながら、株式相場の下落と,とともに下がってきて、14円付近でしっかりと陰線から要線のサポート、まあ、過去のね、出来高があったところ、こういったところでね、トレンド転換したところでポジションを持つというところに、 考えていただければと思いますので、えー、参考にしていただければと思います。はい、えー、以上でね新興国通貨3兄弟の解説を以上といたします。なかなかね、えー、ロングのポイントからは離れてしまいましたが。 ちょっとね解説者泣かせというところもありますけど、まあ、こういったところもね、待つのも相場、何度もお話をしておりますが、まあ、焦らずポジポジせずですね、えー、冬日のトレードで稼ぐんであれば、先進国通貨を生かしていただいて、この新興国通貨はしっかりと安いところまで待って、トレンド転換をしてからね買っても遅くはないというところでございますので、我慢の日々が続くというところを、ね、最後に申し上げたいと思います。 はい、えー、それではね、1週間お仕事とトレードお疲れ様でございました。新興国通貨に関しましては、毎日の動画解説、えー、そしてね、21時からの平日 YouTube ライブがありますので、そちらの方でも質問受け付けておりますので、えー、またそちらの方もご視聴いただければと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。来週も頑張っていきましょう。バイバイ。